川崎市中原区にある中原消防署で3月18日普通救命講習が行われました。川崎市消防防災指導公社の主催で定期的に行われているこの講習、いざという時に救命処置ができる術を習得したいと23人が参加しました。この日はまず応急手当に必要な知識や新型コロナウイルスの流行を踏まえた蘇生法についての講義が行われました。座学が終わるとグループに分かれ、心肺蘇生や AED の使用などの一時救命処置をテキストの手順に沿って実践しました。参加者たちは川崎市民救急ボランティアのメンバーからアドバイスを受けながら、救急車が来るまでの動きや周囲の人たちとの連携、AED を使う際の注意点を確認していました。毎回不安になってしまいましたが、たびたびやらせていただくということで少しお役に立てるんじゃないかなと思いました。私もできるかもしれないなっていうちょっとした期待が出たかなと思います。今日は次もし仮にこういうのが発生したら、多分自分は何か行動を起こせるっていう自信が持てたことですね、はい、まずでも自分が覚えてないとできないので、それをしっかり覚えていただいたかなと思います。本当はあってはいけないんですけれども、何かあった時にそういうふうに一歩ね踏み出してやっていただければ、活用していただければいいかなと思うんですけども。